R. ウォーレンはアメリカ合衆国の政治家、法律家、法学者、カリフォルニア州知方検事、同州知事、連邦最高裁判所長官を歴任した。1948年、アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の副大統領候補であった。ウォーレンの任期中のアメリカでは、人種差別、公民権運動、政教分離及び警察の逮捕手続き、 問題など様々な社会問題が憲法問題として判断の対象となったが、ブラウン判決をはじめとしてリベラルな判断を下すことにより20世紀後半以降のアメリカの社会を法的アプローチによって根本的に変革することとなった。20世紀のアメリカの法律家の中では最大の功労者とされる。一方で第二次世界大戦中に 日系アメリカ人に対する人種差別政策である日系人の強制収容を支持し推進した人物でもあり、ウォーレンは後にその行為を誤りと認めて反省を表明した。1891年3月19日にカリフォルニア州ロサンゼルスでノルウェー移民のマット・ウォーレンの息子として出生した。母親のクリスティーン、クリスタル、ヘルンランドはスウェーデン移民であった。 ウォーレンの父親はサザンパシフィック鉄道に長年勤務した。ウォーレンはカリフォルニア州ベーカーズフィールドで成長しカリフォルニア大学バークレー校とそのロースクールを卒業した。その後サンフランシスコ湾岸地区の法律事務所に5年間勤務する。ウォーレンは1920年にサンフランシスコ軍のための仕事を行い、1925年には アラミガ軍の地方検事が辞職した後、同職に任命された。ウォーレンは4年間に3度再選された。ウォーレンは犯罪に対するタフな地方検事として、応募であるという評判を持っていた。ウォーレンの有罪宣告はいずれも上級心で、逆転されることはなかった。このような評判をもとに、ウォーレンのカリフォルニアでの評判は上がり、地方検事職中にウォーレンは、 カリフォルニア大学の理事会に指名された。1939年にカリフォルニア州司法長官に就任した。カリフォルニア州地方検事を務めていた第二次世界大戦中、ウォーレンは日系アメリカ人に対する人種差別的政策である日系人の強制収容を積極的に支持した。ウォーレンは日系アメリカ人についてアメリカの価値観や伝統になじもうとせず、 受け入れようともしない、破壊活動を行わないのは、攻撃開始予定時間を待っているからだと主張した。1943年6月には、ジャップを解放すると、カリフォルニア州内で、破壊活動を行うと強制収容を正当化した上で、ジャップどもを再びカリフォルニアに舞い戻らせるつもりはありません。どんな法的手段を使ってもですと、日系アメリカ人及び、 日本人の強制収容を継続することを表明した。戦後、公民権運動が盛り上がりを見せるなど、人種差別解消の機運が高まり、過去の言動が世論から強い批判を受けるようになると、ウォーレンはこれまでの態度を一変させ、自伝の中で誤っており、深く後悔していると述べ、その過ちを認めた。1942年に彼は共和党員として、 カリフォルニア州知事選挙に当選した。当時のカリフォルニア州法では候補者が複数の政党の予備選挙に出馬することを可能としていた。1946年にウォーレンは共和党、民主党及び革新党の予備選挙に勝利するという珍しい結果となり、1946年の選挙では対立候補がいなかった。そして、 ウォーレンは1950年に参戦された。1948年にトーマス・イー・デューインの副大統領候補として大統領選挙に出馬した。しかし彼らはトリューマンとバークリーの民主党候補に敗北した。1952年には共和党の大統領候補予備選挙に出馬し、大統領候補への指名獲得を目指した。ウォーレンは地元カリフォルニア州の予備選では、 勝利したが、党大会で、アイゼンハワー元帥に敗北した。1953年にウォーレンは、そのアイゼンハワー大統領によって、連邦最高裁判所長官に任命された。アイゼンハワーはかつて日系人の強制収容などの、人種差別的な政策を推し進めたウォーレンが、保守的な判決を下すであろうという読みから、最高裁長官に任命したとされる。しかし、 その読みは外れることとなる。ウォーレンが長官として率いた時代の連邦最高裁判所の法廷は歴代のどの最高裁判所長官の下での法廷よりもリベラルな傾向を持った。ウォーレンはかつて自らが推進した人種差別的政策とは打って変わって人権擁護のための画期的判決を主導して相次いで下した。特に著名な判断は 1954年に出されたブラウン対教育委員会裁判である。これは、公立の学校における人種隔離を違憲とし、従来の先例が容認した分離すれど、平等という考えを覆した。このブラウン判決は、公民権運動を勢いづかせ、人種隔離政策の撤廃と法的な人種平等へ向けての第一歩となった。その他にも、 1964年のレイノールズ対シムズ事件では、有色人種の議員選出を実質的に妨げていた小選挙区の区割りについて、一票の格差を議会の立法裁量として認めず一人一票の原則を憲法的価値として見いだした。また、1966年のミランダ対アリゾナ州事件では、警察官に取り調べに先立ち被疑者の権利告知を義務、付ける。 大手続きを確立するなど、刑事司法分野においても、功績を残している。ウォーレンの的確な司法的判断に対し、リンドン B ・ジョンソン大統領は、ケネディ大統領暗殺事件の調査を依頼し、ウォーレンは、調査のための委員会である、ウォーレン委員会を率いた。委員会は、ジョニエ F ・ケネディ大統領の暗殺が、リーハーベイ・オズワルド単独の犯行であると結局、結論を下した。 委員会の調査結果は長い間論争の的になっている。ウォーレンは1969年に最高裁判所長官を辞任した。1974年7月9日、ウォーレンはワシントン DC で死去した。葬儀はワシントン大聖堂で執り行われ、遺体はアーリントン国立墓地に埋葬された。カリフォルニア大学サンディエゴ校の R ・ウォーレン権利焦点プロジェクトは、 オーレンにちなんで命名された。1981年には、大統領自由勲章が授与された。ザ・フィフティーズ第2部、デイビッド・ハルバース・タム著、金子の子役、P202、ザ・フィフティーズ第2部、デイビッド・ハルバース・タム著、金子の子役、P203 参考、ブラウン・ルイ・ボード・オブ・エデュケーション、ランドマーク・ケース・バイオグラフィー・ R ウォオーレン、2007年1月8日アクセス。 参考、R. ウォーレン、マイカル・ R. ベルナップ、ザ・シュプリーム・コート・アンダー・ R. ウォーレン、1953から1969、出版社ユニバーシティ・オブ・サウス・キャロライナ・ブレス、P19、ISBN 978から15億735630、中日春秋中日新聞。ありがとうございます。